お姉ちゃん、帰国してたんでしょ？なんで私に連絡してくれなかったの？なんでって、連絡しないでしょ、いつも。短い間の一時帰国だったし、美奈子がどこで何してるのかとか知らなかったし。冷たくない？私たち姉妹なのに、お姉ちゃんはめっちゃ冷めてるよね。冷めるよ、そりゃ。去年自分が何したか覚えてないの？え？何かしたっけ？親戚での集まりで帰国してた私たちの夫婦の財布からお金抜いて逃げたでしょ。そんな女、妹だなんて思いたくなかったよ、本当は。ああ、そんなこともあったっけ？あの時はちょっとお金がなかったからさ、仕方なくて。仕方なく。で、お金を盗んだりしないでほしいんだけど。そんなことしてないで、定職につけるように努力したら？努力なんてする必要ないから。私はつこうと思ってないからついてないだけ。仕事見つけようって思ったらすぐに見つかるし。私の実力をなめるなよ。実力って何よ。一回でも定職についてから言ってくれる？今日実家に帰ったんだけどさ、お母さんもなんか冷たくて冷めたよね。あんまり話してくれなくなったんだよ。それに昨日までお姉ちゃんいたとか言われて。え？私呼ばれてないよ？ってなってめっちゃ焦って笑っちゃったよね。お母さんだってあんたの行動に引いてたんだよ。親戚からお金盗んで逃げて、時間が経ったからってしれっと戻ってきて、一体どんな神経してるのか、もはやよくわからない。私は鋼のメンタルを持ってるからね。いや、そういうことじゃないし、全然褒めてないんだけど。てかいいよね、お姉ちゃんは。お金あって海外何度も行けて。は？海外で仕事してるんだから当然でしょ。私は海外旅行なんて一度も行ったことないよ。ずるいよね、お姉ちゃんばっかり。一人でいい思いして、ずるい！何言ってるの？私は旅行で海外に行ってるんじゃないけど。でも旅行もしてるでしょ？金持ちの旦那さん捕まえて、ずるい！何をずるいって。何も努力して行動してこなかったくせに何言ってんの？私は海外で仕事がしたくて努力して仕事を見つけたの。それでいい出会いがあったから結婚しただけだし。人のことを妬んでないで。自分のこと見つめ直したら？まあそうだね。今日は実家に泊まることにするよ、このまま。なんか懐かしくなっちゃったし。そうやってフラフラしてるあんたを受け入れてくれるお母さんにちゃんと感謝しなさいよ。お姉ちゃんに言われることじゃないし、私は私で考えて行動してるから大丈夫。その考えが不安だから言ってるんだけどね。まあいいや、お母さんによろしく言っておいて。私からも連絡するけど、くれぐれも変なことしないのよ。もう二度とね。美奈子が帰ってきてるんだって？さっき連絡来たんだけど。そうなのよ。昨日まで加奈子がいたって知って驚いてたん？あの子なりにあんたにも会いたいみたいだね。反省してるのかもしれないね。お母さん、騙されちゃダメだよ。あいつはいつもそうなんだから。演技ばっかり上手くなって、本当は何も変わってないの。反省したふりしても騙されちゃダメだからね。私を騙したところで何も出ないでしょ。かな子は心配性だね。そりゃ心配にもなるでしょ。お母さんだってもう若くないんだからさ。あのアホ妹の世話をまだしてるかと思うと、私が海外に移住したのは正解だったのかなって不安になるよ。心配しすぎだよ。もうあの子だって28なんだから大丈夫でしょ。今日は泊まるけど明日は帰るみたいだし、少し放っておくことにするよ。わかった。お金なんて貸しちゃダメだからね。絶対に帰ってこないんだから。前も100万貸して帰ってきてないでしょ。大丈夫。そのことも忘れてないから。次何かしたら最後だってあの子だってわかってるでしょ。だったらいいんだけどさ。わかってると思えないんだよな。美奈子のキャラからして。お姉ちゃんやばいな。想像以上だったわ。は？何が？預金通帳見させてもらったよ。あの金額はさすがにやばいね。ここまで貯めてるとは思ってなかったわ。かなり貯め込むタイプだったんだね。何の話？預金通帳って？実家に忘れてた預金通帳奪っちゃった。え？
まさか2000万も貯めてるなんて思わなかったよ。勝手に口座の2000万を下ろして高級車買ったけど、許してくれるよね。一体何の話をしてるの？てか一時帰国して通帳忘れてくとか。お姉ちゃんってそういうところが抜けてるよね。だから私みたいに頭のいい人間に出し抜かれるんだよ。貯金はまた一から頑張ってね。いや、頑張ってじゃないし。その2000万とか通帳って何の話を？現実直視できないのかな？それとも通帳を忘れたことにも気づいてないとか？マジでウケるんだけど。お姉ちゃんの部屋の棚に隠してたじゃん。は？まだ旧姓のままだったから昔から貯めてたのかな？ま、でももうないから私が高級車に変えてきました。お姉ちゃんの口座の2000万で高級車買っちゃった。結構貯め込んでたから通帳盗んで大正解。私の口座は海外にあるけど。え？意味がわからない。日本にある口座もあるけど、それにはほぼ入ってないはずだよ。高校の時のバイトの給料用のはずだし、どういうこと？何言ってるの？実際に口座あったし、預金通帳と印鑑でお金下ろせたし。え？さっきから言ってるでしょ。私の口座はそもそも海外にあるし、2000万なんて大金は日本の口座にはないよ。もしかしてそれ。何？お母さんのじゃないの？え？口座は私のではないし、その家にあったってことはお母さんのでしょ。何やってんの？車買ったとか冗談だよね。それ、お母さんが老後のために貯めておいたお金だよ。マジで？お母さんがそんなに貯め込んでたの？信じられない。やるじゃん。あんたね、自分が何したか分かってるの？今すぐ車返して、お金返してもらいなさいよ。でも車も今試乗中だし、かなりいいよ。後でどうせ一旦返さないといけないんだけどさ。でももう手付金は全部払っちゃったし、返金はできないって言ってたよ。一体いくら下ろしたのよ。っていうか私の通帳じゃないって気づかなかったの？下の名前までちゃんと見てなかった。お姉ちゃんのだって思い込んでたし。でもお母さんも少し使ったくらいなら許してくれるでしょ。2000万貯めてるってことは他にもあるんだろうし。そんな金額一気に引き出したの？それはさすがにないわよね。とりあえず ATM と窓口とかで1000万は出せたよ。限度額とかあるからめんどくさかったけど、これから時間かけて全部引き出すつもりだったけど、お母さんのだったらやばいかな。当たり前でしょうが。私のお金だったとしてもダメに決まってるでしょ。で、契約した車はいくらだったの？今すぐ契約解除しなさいよ。2000万だよ。は？全額使ってやろうと思ってたんだよ。お姉ちゃんのだと思ってたから。あんた仕事もしてないのにそんな高級車買ってどうするつもりだったの？別に車なんて使わないでしょうが。でもいい車乗ってたらかっこいいでしょ。しかもお姉ちゃんだけいい思いしてるのがムカついたからさ、車くらい乗ってやろうって思ったんだけど。お母さんのお金だったらやばいかな。絶対にやばいってさっきから言ってるでしょ。老後のために地道に貯めてたんだよお母さん。お父さん亡くなった時もちょっとしかなかった保険金あんたに盗まれたんだからね。盗んでないし、もらっただけ。借りたのに返してないんだから盗んだと同じでしょうが。そんなに怒られると思ってなかったよ。怖いんだけどお姉ちゃん。お母さんにもう連絡したから。なんで勝手に言っちゃうの？お母さんだって怒るでしょ。わかってるよ、お金は返すから大丈夫。これ以上引き出さなきゃいいんでしょ。それは最低限当然です。車もすぐに返品して手付金も返してもらいなさい。一体手付金はいくら？500万くらいだったかな。信じられない。そんな大金を気軽にポイッと渡すなんて。あんたの金でもないのに。だからお母さんのだと思ってたんだってば。あ、お母さんから電話だからまた後で。さっさと謝ってお金取り返して返しなさいよ。わかってる？お姉ちゃんやばい。は？あの人は私のお母さんじゃない。何言ってるの？意味不明なんだけど。あんなにお母さんがキレてるの聞いたことない。警察に突き出すし地獄に突き落とすって言われた。お母さん今までずっと優しかったのにキャラが違いすぎて無理、怖い。それほど温厚な人をあんたが怒らせたんだってこと。
お母さんがそこまで激怒してるなら、あんたはもう終わりだね。残念だけど、どうしようもないわ。いいからさっさと謝ってお金返しなよ。もう無理、逃げる。は？逃げるって何？この車、返しても手付け金の500万は返ってこないんだよ。そうやって説明されたんだから。でもまだあんたのものになったわけじゃないんだから。なんとかなるって絶対に。そういう法律あるはずだし。もう無理、逃げるから、謝っておいて。逃げるって何？逃げられないから。ちゃんと通帳と印鑑返しなさいよ。あんた聞いてるの？お姉ちゃんやばい、事故った。は？今度は何？逃亡しようとして車で事故って、車大破しちゃった。こんなことになるはずじゃなかったのに。自業自得だね。事故中で自分のことしか考えられてないからそうなるの。お姉ちゃん助けて。車の分も全額払わなきゃいけないし、お母さんが私が使った分も全額返せって。それってつまり3000万だよ。そんなの払えるわけない。実際には利子も発生するだろうから、もっと高い金額だろうね。え、利子？すべて自業自得だから、私もお母さんと同じ気持ち。お母さんをサポートするために友人の弁護士にも依頼した。は？なんで？あんたはもうダメ人間のクズ野郎すぎるから、家族だと思わないことにした。ちょっと待って、そんなのひどすぎない？徹底的に地獄に落としてやるから、今後は自力で何とかすれば。何かできるなら、だけどね。結局、美奈子さんはお母さんの預金通帳を盗んで、お金を引き出した罪で警察に捕まり、しかも車で事故を起こした時に周りにも迷惑をかけ、道路を破損してしまったので、その分の賠償金も請求され、もちろん車の分も全額支払うことになり、大変なことに。自分が迷惑をかけた分を全額返済させられることになり、さらにお母さんには大激怒され縁を切られ、二度とかなこさんとも連絡を取れなくなったのだとか。美奈子さんは絶望しかないんだそうですけど、当然の報いですよね。